藤田実藤田実藤田実る、1977年9月5日隊は、日本のプロレスラー。本名、藤田実山口県大鳥城高等学校で、レスリング部に所属、大谷慎次郎のご学年後輩。大日本プロレス、道の区プロレスを経て、開演隊土女時代の2002年に、突如、新日本プロレスのリングに殴り込みをかける。 高道の区とのシングル戦に敗れた後に、海援隊土壌を離脱。主戦を新日本プロレス、道の区プロレスへ。新日本プロレスへの殴り込み時には、対戦相手の吉江豊が、当時の体重 130kg だったことに、対抗して、自らの体重を 135kg でコールしろと、リングアナウンサーの田中秀和に要求したり、ファンのブーイングをよそに傍若無人の戦いを、 要求したり、吉江や、佐々木や試合会場の客や新日本プロレス、所属選手から、誰だ、お前と言われたり、佐々木健介と、シングルで、5分以内に、俺を任さなければ、俺の勝ちと、インス水のルールを虚構させた。しかし、1分足らずで健介の本気ラリアットを、受け敗北。試合後記憶を飛ばし、恥かかせやがってと言った。当時は、 グリーンボーイという印象が拭いされずに終わったが、その後プロレスリング01マックスでは目を見張る、成長を遂げた。かつて新日本プロレスで対戦しコッパミジンにした、佐々木健介もゼロマックスのリングで藤田を見たときに、その目を見張る急成長ぶりを認めたという。2005年3月27日01マックス、後楽園、ホール大会での VS レオナルドスパンキー アレックス・シェリーグミトんび、ウィ、インターナショナル・ライト・タック・大ーザ決定戦で勝利し、大座獲得。同年5月、第2回ディファカップでは、01マックス代表として、名優、日高・カ・オルジンとのタックで決勝まで進むも、プロレスリング、ノアの丸藤聖堂、ケンタ組に敗北。日高とのタックの勢いは止まらず、同年10月10日01、マックス・コ楽園大会では、 ヘビー級の佐藤浩平西良二組から、ウィンターコンチネンタルタッグ王座を奪取、ジュニアとヘビーのタッグに関王に君臨した。さらには、大谷慎次郎田中進増組、エンブレン夢を相手に防衛に成功、0-1マックス最強タッグであることを証明した。これらの実績が評価され、日高、藤田組として2005年度のプロレス大賞最優秀、タッグチーム賞を獲得した。 2006年2月には、ムインターコンチネンタルタッグ王座を、スティーブ・コリノ &Y2P-150kg 組に奪われるも、3月には、ノアの日本武道館大会に乗り込み、金丸義信杉浦隆組から、GHC ジュニアヘビー級タッグ王座を奪取することに成功。第三代王者となった。その後も防衛を重ねるが、同年8月に、ノアのディファ、 有明大会にて、金丸杉浦とのリターンマッチに敗れ、王座陥落する。直後に行われた01マックス主催の、ジュニアトーナメントである天下1ジュニア2006シリーズでは、無い、インターナショナルライトタック王座を、クリス・セービン、アレックス・シェリーにダッシュされ、ついに無冠になってしまう。しかし肝心のトーナメント本戦では、日高香る人、高岩隆一、 菅原拓也と01マックス内の強豪レスラーを倒し見事優勝する。同時に新設されるのは世界ジュニアヘビー級王座初代王者として認定された。2007年に入りは世界ジュニアヘビー級王座を日高に奪われ、天下一ジュニア2007ではドラゴンゲートの持月茂明を相手に一回戦、敗退する、と、不調が続いていた。そんな中、 前年の天下一ジュニア決勝で戦った菅原拓也とのタッグが定着し、高山義弘佐藤浩平が所持していた無インターコンチネンタルタッグ王座をダッシュするという番狂わせを引き起こした。2008年からは所属の01マックスでは2チームによるチーム対抗戦という形に完全に縛られたわけではないがなり、藤田は大森隆を率いる。 アックス軍に所属しているため、かつての相棒と言われた、日高薫人、ソード軍所属よりは、同じアックス軍である、佐藤浩平、フリーヤギ兄弟タックと言われる、菅原タックや、エルドランドとのタックが多い。2008年4月の JCB ホール大会では、因縁のクリス・セービン、アレックス・シェリーウィインターコンチネンタルタック王座、ムい、インターナショナルライトタック王座をかけた。 ダブルタイトルマッチに勝利し、二冠王者となった。2010年、以前から共闘していた東京グレン隊に、正式入団。2011年4月6日、DDT プロレスリング新規場大会の朝の会にて、同団体 GM である、鶴宮門が、最近、呼んでもいないのに勝手に来て試合をする選手がいるという、問題点を指摘する。その呼ばれていない選手というのは、 藤田であることが判明し、DDT で入り禁止処分となるにもかかわらず、第4試合において、原島 VS 中澤マイケル VS、アントーニオホンダ VSDJ ニラの4名戦に、さりげなく出場しようとしたところを見つかってしまい、鶴見 GM に退場を命じられた。試合終盤、他の3選手から、集中攻撃を浴びた原島を救出するために、突如、ヒーローが登場。 このヒーローの乱入により、試合は無効試合になる。しかし、かねてより、ヒーロー、ファンであった、鶴見 GM の計らいにより、原島とヒーローのタッグが結成されることとなった。このタッグで6月には、第37代子、D タッグ王座を獲得したが、その後10月をもってヒーローはヒーロー、生へ帰った。このヒーローと藤田が同一人物かどうかは明らかにされていない。 2010年、同郷の元女子、プロレスラー前村咲希と結婚したが、2015年までに離婚していたことを表明した。2011年頃からプロレス界の第一線から姿を消していた藤田であったが、2012年7月にフリーガムズが行った北九州大会に参戦したのをきっかけに、同年10月からレギュラー参戦を開始。12月には、 佐々木隆と有志鉄線ボードダブルラダーで激突。事実上の初デスマッチとなった。試合数は2012年は15試合、2013年は55試合と少なくデスマッチも起戦の後は積極的に行わなかった。うんちゃいのメンバーとなっていた藤田は自分だけデスマッチをやらないのはおかしいと思い始めていた。毎回福岡から東京に呼んでくれる団体にも 恩義を感じていた。二千十四年五月二日の高楽園大会で、河西淳と裸病でスマッチを観光。二千十三年、九州プロレスのトーナメント戦参戦をきっかけに、主催である九州医療スポーツ専門学校へ通学している。住民票も福岡に移っていて、現在は東京グレン大工業、プロレスリングフリーダムズ、九州プロレス、ガムシャラプロレス、 道の区プロレスの興行に定期的に参戦している。また2015年頑張れプロレス初参戦後にマイクで離婚したことや専門学校プロレスが楽しすぎて留年したことやパチンコ屋の寮に一人で住んでいることなどを赤裸々に告白。その後もガンプロに定期参戦していて、ハイ69、バンビ、波口サム、エンカと友達群を結成。後に安倍工業も加入。 2015年12月6日に大阪で行われたハブの自主工業では入場時同大会に出場していたレイパロマのストールと帽子をかぶって登場するというおふざけとも取れる行為を行った本人はハブ選手は本当に真面目であり少しは肩の力を抜いて欲しかったと意図を語っていたが同時に気持ちには精神誠意答えないといけないのに自分に自信がなくて それを誤魔化した入場をしてしまったと後に悔いていた。2016年6月16日、友達軍プロデュース工業、吐きめ、プロレスプレハターゲ、第2戦、藤田の音楽は世界だ2016にて、パチンコ屋のアルバイトを辞めプロレス専業に戻ることを発表。10月2日、ガンプロ高楽園、ホール大会にて元妻である前村の再デビュー戦の、 対戦相手となり前、村と対戦するも敗北。2017年、専門学校を卒業したものの、3月の柔道、制服士国家試験を不合格となった。2018年12月11日、全日本プロレス世界最強タッグの決勝戦の日、後楽園ホールを訪れ、田尻の持つガオラベルトへの挑戦を表明。2019年1月3日の後楽園大会で、 技術面での死であったタジリとガーオラ TV チャンピオンシップで対戦。敗れはしたが、2018年10月の試合でタジリに手のひらの上で踊らされたことによるトラウは払拭された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。